はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は英語の高知就職、丸1基本編をお送りします。で、ここからね、高知就職の動画を3本撮っていく予定ですので、まあその1本目ということで、ぜひね、お付き合いください。で、ポイント含めて全部で8問問題がありますので、まず1回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分がポイント説明しながら答え埋めていきますんで、聞いてもらえたらと思います。 いいかなでは早速ねまずポイントの方からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよしじゃあ早速やっていきましょうで今回はねタイトルにあるようにこのコーチ就職こいつが主人公です。で今回はこのコーチ就職がこういうものなんだってで使い方が主に2つに分かれるんですけどそれの1つ目、まあ、今回ねこのポイントに入っているこうやって使えばいいんだっていうのを目標として聞いてみてください。 で、まず、高知就職で何なんだっていうところなんですけど、ほにゃらら市を就職する語句や文が、ほにゃらら市の後ろに置かれると。これが高知就職だよと。で、何かっていうと、名詞です。まあこれ波線なんでね、同じ答えを入れておきましょう。つまり、名詞、ものの名前ですね。それを詳しく説明したいんです。就職するからね、詳しく説明したいと。それで、 高知就職って漢字を見たらすぐわかるんですけど、後ろに置く就職する言葉です。つまり名詞ね、ものの名前を後ろに就職する、詳しく説明するものを置いて、この名詞を後ろから詳しく説明します。いやこれが高知就職。で、今回覚えてほしいのはこの2つ。現在分子と過去分子です。で現在分子っていうのは ING がついている形です。 で、この現在分子を使うことで、意味としては、ほにゃららしているっていう意味をくっつけて、詳しく説明することができます。で、過去分子を使うと、ほにゃららされたと。いいね。この二つ、現在分子だとほにゃららしている、過去分子だとほにゃららされたっていう意味を使って、後ろから就職できるよという話です。いいかな では、早速ね、4番の問題実際にやっていくんですけど、えっと、高知就職を考えていくときに、自分がまずよく生徒にやらせてたのは、今これね、私は向こうで走ってる男の子を知っていますっていう文の、まあ、どこが就職してるのっていうのを見つける必要があります。で、逆に言うと、そこが見つけられれば、こいつはもう怖いものなしです。そんなに実は難しくないんよ、高知就職って。そう、だからシンプルに考えてほしいんだけど、なので、この文を、まず元々の文、 就職するものがなくなった分を考えます。で、自分は意味が通るように削っちゃえばいいと思ってて、私は向こうで走ってる男の子を知ってるって言ってるんだけど、もともとはね、私は男の子を知ってるだけです。これが基本的な文です。私は男の子を知ってますって。で、どんな男の子なのそれが、向こうで走っている男の子ですよって。 男の子っていうのを詳しく説明してるんです。向こうで走ってるっていう。このつながりさえつかめれば、もう、もう、問題ない問題ない。で、なんでかっていうと、まず元々の文、私は男の子を知っていますって、それを書ければいいんですよ。もう書いちゃえばいい、先に。書いちゃう。で、私はって I でしょで、知ってるってノ o、no、でしょあるね。I know。で、何知ってんのって、男の子知ってる。男の子ってボーイじゃんか。で、一応、向こうで走ってる、あの、姉、その男の子って言いたいから、ザーくっつきます。 つまり、I know the boy。これで、赤の部分。私は男の子知ってるよっても完成したんです。あとは、向こうで走ってるっていうのを高知就職したい。で、ここでポイントなのが、ほにゃらら、しているなんだよね。走っている。しているは現在分子。ING を使えばいけると。走るはランですよね。だから、ランに ING をつけて、これ赤にしとこう。 ラン。で、ランは N がダブルね。running。で、over there は向こうです、意味は。つまり、running over there。これで、向こうで、走っているという意味になります。それが、boy。ね、えっと、名詞ね。こいつを詳しく説明したいから、こいつの詳しくしたい、こいつの真後ろに置くことによって、boy を詳しく説明してる。I know the boy running over there. ね。これで私は向こうで走ってる男の子を知っていますと。ね。後ろ、コーチ後ろに置いて就職してきたぜっていう。いいかなこれだけです。コーチ就職。いいかなじゃあこの流れでいきましょう。で、実はちょっとね、5番はね、結構つまずくが多いところ。でもこうクリアしてほしくて、ドアのそばに立ってる女の子はランです。ね。ラン姉ちゃんです。で、これ、もともとの分何かっていうと、女の子はランですって。 これ意味通るじゃん。女の子はランですって。通るよね。で、どんな女の子なのって。ドアのそばに立っている女の子なんよ。あ、女の子を詳しく説明してます。で、ここでまず、女の子はランですって。まず英語でちょっと作ってみてほしい、みんな。一回動画止めてもいいいい女の子はランですって作ってみて。で、これも一応ザがくっつきますね。で、女の子はガールなんで、ザ <The girl. S 1> ・ガールでランですだから。ラン、え、ごめん、ザ・ガール。 is run だよ、ね、じゃあ書いてみようか。下ちょっと空いてるもんね。これちょっと大事で、普通に書くと、えー、the girl is r u n これで、えっ、ー、と、その女の子は r ン n ですよって完成してます。the girl is r u n で、このガール、女の子を詳しく説明したいんよ。こいつね。 女の子を詳しく説明したい。だから、高知就職だから、このガールのすぐ後ろに置いてあげます。つまり、さっきはさ、一番後ろにこの青四角が来たんだけど、今回、ここに青い四角が入ります。だってガールを説明したいから。いいっていう流れ、そういう風に作るんだと思って聞いてください。じゃあ、戻りますね。まず、主語、ザ・ガール。女の子。で、どんな女の子ドアのそばに立 している女の子ほにゃららしているだから、現在分詞 ING、使いたい。立つはスタンドです。だから、the girl、スタンドに ING。くっつけて、standing。で、by the door。これね、えっと、by はほにゃららのそばに。なので、ドアのそばに立っている。つまり、ここ、standing by the door。これで、ガールを説明してますもん。完成しました。 The girl standing by the door ここまででドアのそばに立っている女の子っていう長い主語が完成したんです。で完成でしょで戻るじゃん。もともとの文章はザ・ガール・イズ・ランなんだからここ何が入るってイズが入るよね。だってザ・ガール・イズ・ランがもともとにあってこの青四角がここに入ってきただけなんだから。っていう感じです。では次。 えー、ハイチについて、ハイチって私ね、ちょっと使わせてもらいました、久々に。ハイチについて話してる男性は誰ですかって。じゃ、これも元々の文どこかなって考えると、はい、男性は誰ですかって。あの男の人誰みたいな。そんな感じ。で、その男性を詳しく説明してるのが、ハイチについて話してる男性です。いいかな。じゃ、男性は誰ですかって元々の文考えていきましょう。誰っていうのは、風だよね。 Who is? で、男性。これも the つけておいて、Who is? ちょっとくっついちゃった。The man. Who is the man? って言うと、男の人って誰って聞いてます。で、この、man のところ。ね、男の人。man の、これを詳しく説明したいから、man の後ろに青四角が来ますよと。いいかなじゃあ、そのまま書いていきましょう。もともとの文は、Who is the man? これが来てる。 で、あとはどんな男性ですかって、ハイチについて話している。またね、ほにゃららしているんです。話すはトークです。まあ、ほにゃららについて話すがトークアバウト。いいね。トークアバウトです。で、トークに ing をくっつけるので、talking.talking about ハイチ。いいね。 配置っていうのが後ろから「ンを説明してますと。といこんな感じです「ふ」うがね疑問詞が入ってきてますけどももともとの「文」さえちゃんと意識しておけばえどれ就職したいんかな OK「オッケーマンを就職したいじゃあ「マンの後ろにほにゃららしているだから現在分詞 ING」を使ってくっつけようぜで詳しく説明できんじゃんって考えます。 で、これ8番までやった後にちょっと、えっ、ー、と、余分の話をしていきます。そのポイントなんでね、ぜひそこまでお付き合いください。で、7番が、彼女はイタリア製のテーブルが欲しい。おしゃれですねで。これも元々の文を考えていくと、彼女はテーブルが欲しいんです。これが元々の文。これも意味通じるよね。彼女はテーブルが欲しい。でも、どんなテーブルなのって。イタリア製のテーブル。つまりテーブルを詳しく説明してます。イタリア製。 で、こののほにゃらら性ってていうのはよく出てきます、ね、これ言い換えますもちろん慣れたらねこんな書かなくていいんだよ言い換えるとイタリアで作られたんだよねイタリア性っていうのはイタリアで作られたテーブルが欲しいんですでもともと彼女はテーブルが欲しいっていうのは「she wants wants」欲しいねで三単語の「S」がくっついて「a n t s になってるけど「a n t s a table」テーブルが欲しいからね テーブルが欲しいと。で、イタリアで作られた。ほにゃららされた。なので、ここは現在分子ではなくて、過去分子を使います。作られただからね。で、作るはメイクです。で、メイクは過去分子はメイド。なので、made in Italy。これで、イタリアで作られたっていうのが、 テーブルの後ろにくっついて高知就職詳ししく説明しておりますよとつまりやってること全部一緒なんだよね現在分子も過去分子もただただほにゃららしているっていう意味なのかほにゃららされたって意味なのかっていうそこの違いだけです。いいかなそれを詳しく説明したい名詞の真後ろに置けば高知就職一番ねえっと有名な高知就職の形がこれで完成となりますので是非ねこれまず覚えてください。 で、高知就職っていうのは結構いろんなパターンがあります。で、実はこの8番はめちゃくちゃ復習です。新しい登場じゃなくて復習。これ知ってるはず。なんか飲むもの欲しいなってめちゃくちゃ有名な文章。これ答え書いちゃうね。I want 欲しいね。私は欲しいんです。何か飲むものっていうのはもう決まり文句で。something to drink. something to drink 何か飲むもの。何か食べるものが欲しいんだったら、something to eat。これは中二かな今動画だと。中二の不定詞のところでやってます。あ一応ね、右上のビックリマークか下の概要欄にあの復習用に貼っておきましょう。その動画もね、ちょっと古い動画になりますけど、ありますんで。で、不定詞っていうのは、いろんなね、使い方があるんですが、これは形容詞的用法ってやつ。形容詞的って書いておこうか。 ま懐かしいやつね。で、これは、えー、飲むための何かっていう、まあ繋がって後ろからね、サム t h i ングを to drink が詳しく説明してます。で、実は、これも、不定詞だけどね、これも高知就職なんです。サム t h i ング名詞だから。不定詞を使って後ろから高知就職してる。まあ高知就職の仲間に入るんだけども、まあ復習でね、ちょうどいいやと思って入れておきました。 いいかなまあ、これが全てではないです。次の動画にもつながっていくんですが、ひとまず、高知就職の一番オーソドックスな現在文詞と各文章を使ったやつを今回この動画でマスターしてみてください。そして、最後、余談が1個入ります。えっ、ー、と、このね、4番。I know the boy running over there ってありましたね。これさ、向こうで走っているっていう向こうでを一回抜きます。ちょっとこれ、ふいーんと来ていいですか。カッコ。 え向こうでがないパターン考えていきましょう。つまり、私は走ってる男の子知ってるよっていう。この文章を作ってください。よかったら動画止めて考えて。いい私は走ってる男の子を知ってます。まあ、男の子もザ・ボーイのまま行きましょう。ザでね、使ってね。で、これはですね、普通に考えたらさ、向こうでを抜くから、ここ抜きますよね。オーバーゼア。I know the boy running. って言いたくなるんですけど、これ×です。×になります。 ここをちょっと押さえてほしくて黒にしましょうこれ答え先に書きます下入ってますか入ってますありがとうございますえー、っと「I know the 走っている男の子はラ n ニングボーイ」となります I know the running boy これで私は走ってる男の子知っとるよっていういやいや待て待て後ろじゃないじゃんって言いたくなるんですよね で、ここをちょっと押さえておいてほしくて、例えば、ちょっとね、話は変わってくるんですけど、可愛い,い女の子って英語で可う、い,いプリティ。女の子ガールだよね。その時、ガールプリティって言いますか例えプリティガールって言いますかこれ、プリティガールなんだよね。ガールの前にプリティ、可愛い,いを置くわけです。で、今も、男の子じゃなくて、ただ、走っているっていうのをくっつけたい。向こうではいらないよ。走ってる男の子って言いたかったら、ランニングっていう一つの単語で足りるんですよね。 そうの時は前にに持ってきて普通に running boy ってててき普通言います例えば、えー、とじゃあ黒い猫っていう時はブラックキャットですよねキャットブラックではなくてブラックキャットそれと同じような感じで単語を一つで置くんだったら前に置いていいんですでもこうやって長い何個かの単語を使わなきゃいけない「running over there」とか「standing by the door」みたいななってる時はこうやって高知就職で後ろから持ってくるんだっていうのを まあこれは予備知識でも構わないです。構わないんですけど、そうなんだっていうふうにぜひ思っておいていただけたら嬉しく思います。はい、ということで、えー、まずね、今回は高知就職のスタートということで基本編で、ね、やらせていただきました。まあ、繰り返しになるんですが、ここはやってるルールはほんとシンプルです。まあもしかしたらね、今初めましての方は、えー、難しいよってなるかもしれないんですけど、赤字で書いた基本の文さえ押さえて、どこが就職してんのって向こうで走って、 てる男の子だよね、みたいな。そこのつながりさえ見えれば、もともとの文章、これ、ね、I know the boy 書きます。このボーイの後ろに現在分詞もしくはこの過去分詞を使って意味を足し、足してね、修飾してくれば、文章が作ることができますので、まずここをしっかり押さえておいてください。で、次回はですね、えー、っと、タイトル、丸2があった、接触説編。接触説っていう言葉があるんですけど、まあそれを使った、 高知就職の話をしていきますので、よかったらそちらの方もぜひ見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。